民が浪人に襲われておる。そちらの精鋭を出せ。誰か。もし。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は。北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。そろそろだ。勝負しろ。死んでもらうぞ。お見事でございました。お主、宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは。川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。あの崖際に浪人がおる。俺はここだ。
見に行こう。お強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。喜三太がおるはずだ。しろ。立っちゃった。言わさっちゃった。いやー、たたえるくたりちゃんしょこるい、あっせん。あお侍、俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。野党め、襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ。とどめを刺してやる。いや違う、こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか。手を組むよう脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたのに、家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまで、まだ死ぬわけにはいかん。お主の意中は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名は五名だ。酒井仁だ。住処に案内しろ。早く殺しとけよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。八重の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。海辺に蔵があるな。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭、五郎八だ。あいつだけは許せない。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だったな。まとめて殺してやる。気を入れろ。
傷
寿司でなければ癒せぬ。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の敵は撃てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。心安らかに眠れ。蒙古が我が師匠を捕らえてコトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。ハーンは死んだぞ。ですが奴の手下どもも欲しがっているのです。師匠は鎧を作り終えると隙を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は。二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は。もうこの手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在処を白状することを拒み殺されてしまいました。鎧の一部は見つけた。すべてこの手に収め師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も成仏できるはず。残りの部位をお持ちいただければお体に合うよう私が直しましょう。
あつちょくさ。いい子だ。待たせてしまったな。この命すっかり諦めておりました。道中気をつけよう。내기 좀 확신 Sendline! Ah! 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 Ah
내기금 발신다. 탱크! 待たせてしまったな。 ああ、 助かった。 ありがとうございます。 道中気をつけよ。 侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのです。あなたにお預けするべきですな。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。これで全て揃ったな。あの弟子のもとに戻るか。 将軍になるべきです。 いかがです？ 鎧は見つかりましたか？ もうこの手に渡ることは二度とない。 師匠の仇は取ったぞ。 これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。 ですが、あと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。何があった？ 二人の息子が荷車を燃やした罰として、桃子はこの私にどちらを殺すか選ばせたんです。気の毒に。もう一人の息子はさらわれました。荷車を焼くなんてことを考えたのはその中太のはず。生きておるはずだ。どっちへ行った？橋の向こうへ。
あの家に続いておる。よかった。父親がお前を守ったと聞いたぞ。俺を？蒙古はどちらを生かすか迫り、父さんは迷わず源太を選んだんです。源太が殺されると分かると俺を連れて行けと泣いて頼み、もう会えません。俺が源太を巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？俺はすでに死んでいたと。父親がおらん、何か手がかりはあるだろうか。フミだ。
失礼ですが、染谷へ行ってください。ソータがいるはずです。これはこれは、いかがされました？俺を見て逃げたな。なぜだ？雇うかと思いまして。賊に迫られておるなら助太刀いたそう。では村長の蒼太とお話を。恐れながら、お話ならば染谷の蒼太と。村尾総裁、あなたが音に聞くクロード。村の者が避けるぞ。なぜだ？見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく、我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか？村の敵は病と、そして飢えです。太刀では抗えません。それで良いなら承知した。どうも気になる。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただしあまり近寄らぬよう。何者だ？どうか来てください。なぜ隠れる？俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方が良いかと。この村は何だ？ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤さんの蒼太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる？
女物の布切れだ。血の手形に爪の跡。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。死んだのか。人か何かが吊るされておったようだ。この村は何だ。凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが、皆男切られておる。大勢が村から出た。何者かが村を襲い、生き残りを連れ去ったようだ。だがどこへ。こっちに行った。あれは何だ。百姓の家に逃げ込んだな。もうこだ。さらわれた者は無事だろうか。シサンドラ出して、サモラ。ちゃんと払ってしまえな。続出しな。Нэг алаг чичээ. Уцаад явцгаа. Тишээ. Хан. Good bye.
ティッシュ。終わったぞ。皆を村まで送ろう。戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男の骸があったぞ。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。あやつらめ、見過ごしてはおけぬぞ。来い。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある。急げ。一体何事でしょうか。お主、測ったな。何のことでしょう。村の女から全て聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。全て私の案、罰は私一人に。よし、心得たぞ。欲しいものを何でもやるから。ダメだ。そうだ、そうだった。己らも佐護から消えろ。戻ればソータに会わせてやるぞ。行け。助けてくれ。俺らは悪くない。どうか殺さないでくれ。これは何があったのですか。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。手を貸そう。俺のことより家族を頼む。毒を盛られた。なんだと。家族はどこだ。この先小屋だ。崖沿いの。死んだか。小屋を探し、こやつの家族を助けよう。家族だな。開けてくれ。酒井仁と申す。クロードの毒を持っただけでは足りないというの。毒など持っておらぬ。あなたの所業は聞いてるんだよ。毒で城の奴らを殺したんだろ。相手は猛虎だ。思い違えるな。何言ってるのさ。死神のくせに家には決して入れないよ。飯や薬がなければ死ぬぞ。待っておれ。確か山の上に野営があったはずだ。
これで毒が癒えるはず。飯を食えば力がつく。小屋に届け。手を貸そう。どの道も助からないさ。悪かったね。他の家族は？みんな死んだよ。もう子供のせいで。生きてることが知られて、家に火をつけられたんだ。あの時あなたを入れてれば。敵は取るぞ。今こそ信じ合わねばならぬのに。